春風は東京都足立区のコミュニティバスである。2000年4月、綾瀬駅西新井駅間を日立自動車交通の貸切代替バス方式で運行開始し、後に乗り合いバスに移行の上順次路線を拡充した。日立自動車交通、朝日自動車、国際工業バス、東武バスセントラル、新日本観光自動車の5事業者によって12路線が 運行されている。既存の公共交通の利用が困難な地域の利便性を改善するため運行開始されたコミュニティバスではあるが、区が提案した路線を PFI 方式の独立採算性で自主運行していることが大きな特色である。区の支援は運行開始前に必要なバスス停整備等の走行環境整備への協力にとどまり、運行開始後の事業者に対する 補助金の支出はない。自主運行という性質上、運賃体系は各社の既存一般路線と同一の扱いとなっており、事業者が異なる路線同士の共通乗車券はなく、パスもスイカなど IC カードの利用可否もまちまちである。また車両も各社独自の車種や塗装であり、車両のステッカーや一部の行き先表示器に春風の表示があるのみとなっている。 全路線が原則としてバリアフリー対応の小型車両で運行されている。開業順に系統番号と運転区間及び運行事業者、バス共通カードパスもの利用可否を示す。日立自動車交通の春風用車両日立ち、自動車交通が運行。綾瀬小学校東発着はごくわずかである。年表は朝日自動車が運行。綾瀬駅六つぎ途中間は頻発。 八潮駅南口発着は一部便のみ。年表国際工業バスが運行。七局経由と称される。年表東部バスセントラルが運行。年表新日本観光自動車が運行。年表新日本観光自動車が運行。年表東部バスセントラルが運行。年表新日本観光自動車が運行。年表日立自動車交通が運行。 年表日立自動車交通が運行。年表新日本観光自動車が運行。年表日立自動車交通が運行。年表バス共通カード並びに、パスモの利用可否は、路線一覧の節を参照のこと。原則的に、各事業者の一般路線と同様の取り扱いである。都内では全路線が200円均一かつ、東京都シルバーパスの利用が可能である。 国際工業、東武バスセントラルの路線では、既存路線が、都内220円均一に対し若干割安な、運賃設定であるが、特内全線定期券、都内1日乗車券も、各社の既存一般路線と同様利用可能である。ただし、綾瀬駅や潮駅線、梅島駅入口や潮駅線の埼玉県、潮市内は、区間性運賃が適用され、 六つぎ途中以外の都内停留所と埼玉県内を利用する際のまたぎ運賃は210円である。なおこの区間は東京都シルバーパスや都内1日乗車券の適用範囲以外となる。日立自動車交通、新日本観光自動車の路線では当初からバス共通カードを導入しておらず、代わりに自社路線専用回数券を発行しており、日立自動車交通ではパスもも、 利用可能である。日立自動車交通は、第9段開設と同時に、綾瀬駅において接続する、路線総互間の無料乗り継ぎ制度並びに着いたち、乗車券を導入した。2007年9月16日の、第9段の青い駅延長後も、第1段と第9段の乗り継ぎは、綾瀬駅東口限定となる。その後も、第10段、12段開設の度に、 西新井駅でも乗り継ぎ制度が導入された。しかし2009年5月31日をもって無料乗り継ぎ制度は廃止された。ありがとうございます。